チェーザレ・プーニ、1867年、チェーザレ・プーニは、イタリアの作曲家である。生涯で300曲以上のバレエ音楽を作曲した、ことで名を残している。プーニは現在では、バレエ音楽の作曲家として知られているが、キャリアの初期には、オペラや公共曲などの作曲も手がけていた。 またバイオリンの名手でもあり、7歳の時にはすでに公共曲を作曲している。ジュール・ペロー、アルティュール・サン・レオン、マリウス・プティパラ振付家の求めに応じてバレエ音楽を作曲し、現在でもエスメラルダ、パ、ド・カトルなどがよく知られている。1802年にジェノバで時計賞の息子として生まれた。ミラノ音楽院で音楽の教育を受け、作曲を ボニファツヨアジオリ、バイオリンをアレッサンドロ・ロルラ、作曲技法をカルロエバシオ・ソリーバに学んだ。プーにはまだ学生だった時期に、いくつかのバレエ曲の商品をスカラザなどのために作曲する機会を与えられている。1822年に持病を理由として音楽意味を去ったが、真実のところは、スカラザの経営人が彼の雇用を強く希望したからであった。 スカラザでカニルワースの城エレルスとズルミダなどを作曲し1834年にスカラザを離れてパリへ赴いた。妻子を抱えていたプーにはパリで貧困生活を送ったが有名なバレエの振付やジュールペローと知り合い後には彼の作品のためにたくさんの作曲をすることになった。1843年 ロンドンのハー・マジェスティーズ劇場付けのバレエ作曲家のザ・オエタ・プーにはペロー振付のエスメラルダ・パ・ド・カトルなどを作曲している。1851年にはペローと共にサンクト・ペテルブルクに招かれマリーンスキー劇場付けのバレエ作曲家となった。1859年にペローが職を辞して帰国した後も同地に泊まり、1870年に 病死するまでその地位を務めた。意外は、サンクトペテルブルクのカトリック墓地に埋葬された。生涯で300作以上のバレエ曲を作曲した。彼は、バレエ音楽以外のジャンルでも多岐にわたって、作品を残している。ロラは、ニコロパガニーニの死として後世に名を残している。1939年にこの墓地は、完全に破壊されている。ありがとうございます。